圧勝ムードとはほど遠い。共同通信社が6月29、30日、東京都知事選、7月7日投開票の情勢調査を実施。現職、小池知事、71が一歩リードし、蓮舫前参院、議員、56が続き、石丸前秋田田市長、41が激しく追い上げる展開になっているという。やはり、首都決戦は、現職有利。 小池知事は余裕尺尺かと思いきや、そうでもないようだ。小池さんは、初当選した2016年知事選では291万票、前回は366万票を獲得し、圧勝しています。その結果、絶大な求心力を得ました。今回も圧勝したいところですが、かつての人気はもうありません。得票数がガクンと落ち、接戦での勝利になれば、水面下で支援する。 時効に、小池知事は、我々のおかげで勝てたと言われかねない。そうなれば、今後、都政運営で、時効の要望を飲まざるを得なくなる場面が増えるでしょう。そんな事態は避けたいはずです。都政関係者。小池知事は告示直後、街頭にあまり出ない、ステルス作戦を展開。ところが、さすがに、人気の低下が気になり始めたのか、6月29日の北千住駅に続き、 30日夕方は繁華街の JR 蒲田駅で街頭演説を実施しているこの日は雨が降っていたこともあってか小池知事が演説を始めても足を止める人は少なかった2人組の若い女性が「あゆ百合子だ」と声を上げていたが写真を撮るでもなくそのまま立ち去っていった駅前広場には聴衆が演説を聞くために鉄柵で囲われたスペースが用意されていたが 3分の2程度しか埋まっておらず、ススカカ。聴衆はせいぜい500人程度だった小池知事といえばかつては街頭に立てば1000人は足を止めるのが当たり前だったが人通力はすっかり消えうせている公明の動員頼みそれに凱旋に駆けつけた聴衆の一部は明らかな動員だった会場には公明党の支持母体 創価学会の女性部とおぼしき人がちらほら、日韓現代記者は小池知事のイメージカラーの緑色のポーロシャツを着た公明都議を発見。ビラを配りながら支援者によろしくお願いしますね、などと挨拶していた。記者が名刺を差し出して話しかけると、あんただれ私は名乗るつもりはないから、と妙に慌てた様子で走り去っていった。十九日に、 北千住駅で行われた知事の外宣でも公明都議が選挙活動を手伝っていた彼らは外宣会場では報道関係者に決して名前を教えません動員がバレると小池知事に迷惑がかかってしまうから名乗らないように徹底しているのでしょうメディア関係者どうやら集客力も公明の動員頼みらしいこんな状況では圧勝は難しい陣営関係者も 前回、全々回並みの勝ち方は、厳しいと焦りを隠さない。随分と女帝は落ちたものだ。以下は視聴者からのコメントです。ネットで主要4候補の公開討論を見たが、小池さんの答弁ははぐらかしばかり。イエス・ノーで答えてほしいと問われても、法にのっとり適切に行っているという発言ばかり。知事が長くなるにつれ、 このような、小ずるい答弁が上手になっていくのだとつくづく感じた。テクニックでごまかすような候補者より、有権者に誠実に向き合う候補に頑張ってほしい。北千中で千二百人、蒲田は雨だったろうが五百人。石丸さんは同じ蒲田で三千八百人動員なし。小池さん人気も底をつきそうだが、それでも組織票は強く楽観視は一切できない。 このまま小池さんが参戦となれば、相変わらず何も変わらない政治が続けられ、失われた30年が34年に伸びるだけ、規制政党によるレガシーな政治が繰り返される。都議会では答弁拒否を繰り返し、五輪談合で入札禁止になっている、電通関連企業に都庁プロジェクションマッピングを依頼し、政治資金パーティーを繰り返し、外縁再開発では、 雨下りも発覚しているこれだけブラックボックスで政治が行われている現状なのに小池さんを支持する人の支持する理由を教えていただきたい。